序幕。始まりは目覚めから。チックタック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 。目覚めの時間。寝た。あ、そうだ、バイト行かなきゃ。ちょっと遅刻か。店長、時間にはうるさいからな。最近は不景気で客が減ったとか言ってたけど。今日は静かだな。おはようっす。あれ、客が来てるのに誰もいねえの？いらっしゃいませ。すみません、ちょっとみんな外してるみたいで。ん？ふん。おっと、いけね、水。水はいいわ、お酒じゃなくてコーヒーを一つお願い。お砂糖たっぷり使うから瓶ごとよろしくね。はい、コーヒー一つですね。砂糖は瓶ごとお持ちします。ってコーヒー作ってねえじゃん。ったく、何やってんだよ。すみません、少しお時間ください。いいわよ、私は急いでないから。
お待たせしました。ありがとう。いえ。だよね、お客さんがいるんだぞ。まあ呼び捨て禁止。あと名前じゃなくて外でもちゃんとお姉ちゃんって呼ぶこと。だから声大きいって。すみません。なんだよお姉ちゃん。いやなんだよじゃなくて。あ、ところでその頭。頭？まあ、いや、それより今日って誰かに会った？誰かに会ったって今姉ちゃんに会ってるし、そこにお客さんもいるだろう。あ、本当だ。本当だって何それ。あ、でもちょっといいからこっち来て。なんだよ、おい。誰もいないって、そりゃ…ほら、ほら、ほら。え？ねえ、店にさっきのお客さん以外、誰かいるの？いや、今日は誰にも会ってねえけど。ねえ、これってなんかおかしいよね。さあ…本当に何も覚えてないのね。え？今なんて？あなた誰？この町の人じゃないですよね。おい姉ちゃん、本当に何も覚えてないのね。だからあなたは一体。私のことはエナ黒と呼んでくれればいいわ。もしかして町の人が誰もいない理由とか知ってたりしますか？ええ、いないわよね。ずっと前からだけど。ここはあなたたち二人だけの、初めから終わってる、時すら存在しない世界。はあ？意味不明すぎんだけど。ただ終わってるって言っても世界はそのまま残ってるし、私もたまに見に来てたんだけど、いつもぼーっとしてるだけのあなたが今日は元気にコーヒーなんか入れてくれたからちょっとびっくりしちゃった。あなた、何を言ってるんですか？まあ、目覚めたのなら物語を進めましょう。さてと、タマ。はい、なのです。あ、いつの間に俺の頭の上に。あ、やっぱ気づいてなかったんだ。あとはお願い、私は向こうで道をつなげるわ。了解なのです。え、ちょっと、待ってください。ということで、説明はタマが引き受けます。何が聞きたいのです？って何が聞きたいじゃねえよ。なんで俺の頭の上に乗ってたの？そもそもなんでキツネが喋ってんの？そこから説明するのですか？はあ、確かにエナクロ様が投げたくなる気持ちがわかるのです。ってなんで偉そうなんだよ。ちょっと落ち着きなよ、ラン。これが落ち着けるかよ。まあまあ、中でコーヒーでもどうです？あ、いただきます。って、中のコーヒーって俺が入れたやつだし。てか姉ちゃん、純能力高っ。
まあまあ落ち着くですよ。そうだね、ランは少し落ち着いた方がいいかも。あ、砂糖どうします？ランは砂糖3つだよね。私は1つでいいよ。じゃなくて、あ、じゃあ中でコーヒー入れるですね。だから興奮してるのがバカバカしくなってきた。ミラージュ使い？俺たちが？はい、なのです。その生まれ持った奇跡の腕はその証たる印なのですよ。この腕？奇跡の腕？マジで？あなたたち二人はその腕が持つ不思議な力でミラージュと呼ばれる幻の存在を刺激してたのです。そして七柱と呼ばれる最強のミラージュたちすら刺激したあなたたちは一度は世界の王たる資格すら得たのです。はあ、世界の王？そのミラージュってのを刺激して？どう聞いているのです？誰から？もちろんエナクロ様からなのです。何はともあれ久しぶりにミラージュを使ってみるのですよ。どうやって？まずはタマのガーデンジェムを進呈するのです。なんだこれ？レンとランはこのガーデンジェムがあればその中のミラージュを自由に使うことができるのですよ。じゃあ早速戦闘の開始なのです。え？
ろ疲れたので終わりなのです。おっしゃ。わかったですか？ランとレンはこんな風に多くのミラージュと戦っていたのです。マジで？俺たちが？はい、マジなのです。とても信じられないでしょうね。その様子だと積み重ねた経験も記憶も何もかも失ってるみたいだし。あ、そっか、この世界と一緒に切り離されてるからか。ん？もともと持っていたミラージュと一緒に記憶も失っちゃったってことですかね。でもミラージュと関係のない記憶だけはちゃんと残っているみたいなのです。そんな。まあとにかくこっちに来て。この光の先にあるこことは違う世界、グリモワル。そこはあなたたちが失ったミラージュが集う世界。俺たちが失ったミラージュが？そうよ。もう一度集めてみる気はある？そのミラージュというのを集めれば私たちが失った記憶も戻るんですか？さあ、それはどうかしら。記憶は忘れてしまったのではなく失ってしまったみたいだし。でもあなたたちが覚えていなくてもあの世界はあなたたちを知っているし、記憶の鍵や記録は必ずあると思うわ。つまり私たちが思い出す思い出さないに関係なく失った過去を知ることができるかもってことですか？そうよ。それにミラージュを集めていけばやがてあなたたちは家族にも会うでしょう。家族に？そうか、俺たちにも母さんや父さんが。ええ、それでどうするどうする？グリモワルに旅立つの？